テープレコーダー。ある男が一人で登山に出かけたまま行方不明になった。三年後、湿地帯でその男の遺骨が発見され遺留品も回収されたが、その中にはテープレコーダーがあった。テープには 大声で助けを求める男の声が録音されていた男はどうやら何か怪我をして動けなくなったらしかったテープのことはマスコミにも公表されたが遺族も警察関係者も公表を控えていた部分があったそのテープには助けを求めるメッセージとは違うものも録音されていた 何かに非常に怯えた男の声だったどうやら夜に何かが起こっているようだった男は必死にテープに向かって口述している一日目夜になると人の声がする呼ぶ声がする こんな夜中に、誰もいないところに、誰もいないのに。二日目。助けて、声がする。夜になると、あいつがやってくる。暗闇から呼んでいる。昨日より近くなっている。恐ろしいよ、お願い。 助けて。とても怖いとても誰か助けて三日目近てて。近くまで来てる助けて人がえ怖い怖い怖い近くまで来てるお願い助けてお願い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 誰か誰かあいつ近い近い <laughs> すぐそわまた助け声がお願いだってこうしてテープはそこで切れているそれ以後男はテープに何も録音していない警察はこのテープを詳しく分析したテープはずっとその男の声だけで 他の怪しい物音は入っていなかった。しかし、三日目のテープが最後に切れるところで、これまでとは違う音が録音されていた。そのことに関して分析家も理解不能だった。それは遭難した男の声とは違う、別の人間の声だった。 レコーダーのすぐそばで発せられている。耳元で囁かれたかのように、はっきりと。おい。